5月19日の星座別運勢ランキング第1位を羊座、燃え上がる情熱、未知なる可能性を羊座の人々は、燃え上がる情熱と未知なる可能性に満ちています。今日は新たな挑戦に取り組む絶好のチャンスです。自信を持って前進しましょう。ラッキーアイテム、赤いネクタイ。その鮮やかな色は、周囲に強い印象を与え、自信を高めるでしょう。第2位獅子座、輝くオーラ、魅力の光、獅子座の人々は、輝くオーラと魅力の光に包まれています。今日は周囲から注目される素晴らしい日です。自分自身を信じ、自分らしく輝きましょう。ラッキーアイテム、ゴールドのアクセサリー。その輝きは、あなたの魅力をさらに引き立てて、運気を高めるでしょう。第3位天秤座、バランスの取れた選択。美しい調和、天秤座の人々は、バランスの取れた選択と美しい調和を大切にしています。今日は重要な決断をするチャンスが巡ってきます。自分の心に素直になり、調和を保ちましょう。ラッキーアイテム、シンメトリーなデザインのアクセサリー。その美しい形は、バランスと調和を象徴し、運気を高めるでしょう。第4位サソリ座、深まる洞察力、内なる力。サソリ座の人々は、深まる洞察力と内なる力を持っています。今日は自分自身を見つめ直し、内面の成長を遂げるチャンスです。直感に従い、自分の力を信じましょう。ラッキーアイテム、オニキスのブレスレット。その力強いエネルギーは、洞察力を高め、運気を引き寄せるでしょう。第5位牡牛座、安定と快適、確かな土台。牡牛座の人々は、安定と快適さを求めることが大切です。今日は自分の土台を確かめる良い機会です。確実な選択をし、安定した日々を過ごしましょう。ラッキーアイテム、木星のアイテム。その自然な風合いは、安定感を与え、運気を安定させるでしょう。第6位ヤギ座、堅実な努力、確かな実績。ヤギ座の人々は、堅実な努力と確かな実績を重視しています。今日は目標に向かって努力する絶好の機会です。自分の能力を信じ、一歩ずつ進んでいきましょう。ラッキーアイテム、シンプルな手帳。その整理整頓された構造は、目標達成に向けた計画を立て、運気を高めるでしょう。第7位水瓶座、自由な発想、革新的なアイデア。水瓶座の人々は、自由な発想と革新的なアイデアを持っています。今日は新たなアイデアを思いつくチャンスがあります。自分の想像力を解き放ち、新たな視点で物事を見ましょう。ラッキーアイテム、ノートパソコン。その高度な技術は、想像力をサポートし、運気を高めるでしょう。第8位双子座、コミュニケーション力、広がる人間関係。双子座の人々は、コミュニケーション力と広がる人間関係を大切にしています。今日は新たな人との出会いやつながりが生まれるでしょう。積極的にコミュニケーションを取り、人間関係を広げましょう。ラッキーアイテム、手紙セット。その手書きのメッセージは、心のつながりを深め、運気を高めるでしょう。第9位カニ座、家族の絆、温かい安心感。カニ座の人々は、家族の絆と温かい安心感を大切にしています。今日は家族や大切な人との時間を大切にしましょう。家庭の安定があなたの運気を高めるでしょう。ラッキーアイテム、家族の写真。その写真からは、家族の愛情と絆が感じられ、運気を高めるでしょう。第10位乙女座、細部への注意、成功への道。乙女座の人々は、細部へのと注意成功への道を歩んでいます。今日は小さなことにも注意を払い、成功への第一歩を踏み出すチャンスです。地道な努力を続けましょう。ラッキーアイテム、メモ帳とペン。その細部まで書き留めることで、目標達成に向けたアクションを促し、運気を高めるでしょう。第11位手座、挑戦の時、輝く可能性。いて座の人々は、挑戦の時に輝く可能性を秘めています。今日は新たな挑戦に取り組む絶好のチャンスです。自分の能力を信じ、勇気を持って行動しましょう。ラッキーアイテム、アクティブウェア。そのスポーティな装いは、アクションを促し、運気を高めるでしょう。第12位魚座、内なる感受性、優れた直感力。魚座の人々は、内なる感受性と優れた直感力を持っています。今日は自分の感覚に従って行動することが大切です。直感を信じ、自分の心に従いましょう。ラッキーアイ。